はい、ちょっと見づらくて喋りも下手でもう全部申し訳ないんですけど、あ、おお、びっくりした、何今の、びっくりした、びっくりせんでいいわ。このびっくりするようなねトイコンを開発するためにね、その今回のトイコンガレージはすっげえ前のバラエティキット0102と変わってるんですよ。で、その変わってるのをね、もし ラボ作品コンテスト第2回があるとしたら、その変わってるのを勉強しないと取れねえなっていうところなんで、そんなこと言わずに見てください。このね、お手本トピックっていうのをさっきの動画で見ましたんで、ちょっと別動画で見てください。で、サンプルっていうのをちょっと1個ずつ見ていきたいんですけど、またこれ0から8個あるんですよね。7までで8っていう、こっからもうプログラム始まってます。で、スポイドから見ていきたいと思うんですけど、今びっくりしたのは、この IR カメラになんか映すと猫とかが鳴くみたいなのがサンプルですね。で、このコメントもそもそもさ、こんな長く書けんかったよね、前。書いてるですよね。こんだけ丁寧に説明はなかった気がするんやけど、ごめん、びっくりしてカメラずれた。びっくりしてカメラずれた。ちょっと待って。よし。で、タッチは、これもね、カウンターの中とかが、こういうのなかったと思うんですよね。このループはなかったと思うんですよね。さ、この前の動画でも言ったかもしれないけど。で、カウントするタイミングとかもよくわからんけど、細かく設定できるように、ちょっと前のカセットで入れ替えるのがちょっと面倒でごめんなさいなんですけど、多分なかったやつがいっぱい増えてるんで、その辺をマスターすることによってしか、第2回は撮れないんじゃないかなと思いますね。ここもね、スポイドできる、スポイドできないとかもなかったと思うんですよ。だから、スポイドできないのもできるし、円グラフにもできるっていうね。こういうのはだいぶ変わってきてますね。じゃあ次のサンプル見ていきましょう。スポイドは、僕もね、ニンラボ装置っていうのをやってて、シャープ002でやったと思うんですけど。じゃあ次。オンオフスイッチ。これ、ここからちょっと初見っぽい感じなんで、ちょっと長説明。カウンターの設定を変えれば、オンオフスイッチを作れる。01。カウントしないでるのに。わかんないんでやってみます。うお、すごい。なんやこれ。すげえ仕掛けが動き始めた。びっくりした。これね、さっきの動画にもあったんですけど、多分このフラグを立ててるねっつうのは、ここの範囲を1と2、出力マップを01にして、範囲を02にするね。ちょっとよくわかんないけど、ループを使うことで、1個のボタンで可能なんやね。この02に無理やり入力して、なんかカウントしてた気がするけど、それで俺の作り方が失敗やったかもしれないですけどね、01の話ね。もうややこしいんだな、専門用語。まあそういうことです。光るって何？光って、わかるのテーマが流れる。これ音もね、俺、前言ってなかったどっかで俺、音楽流れたらいいねって。パクったな？パクったよね、絶対。あとこれ、録音できたらいいなと思うんですよ、もっと。他の音楽とかも。って言ってた、その時。でもこれは一応、決まった音楽しかないんですけど、6曲もあるんで、スクラッチにすると、ようわかんないですけど。これも100のループでルーレットが回るみたいな時ですね。こんな音楽あったっけ？これね、割り OK？ で、次カウンターのサンプルを見ていきたいと思いますけど、お、なにこれ。カウンターの設定を変えればいろんな動きを作れる。A ボタンを押して確かめよう。おー、ん？これだから動くんところがアナログだったりいろいろな違いがあるのかな。あ、ちっちゃいな、字が。ちょっと待てよ。押しっぱなしでどんどん増える。最後まで来たらゼロに戻るとか、違うんですね。これが最後まで来たら終わる。の下が、これがループをしてるんでしょうね。この中のカウンターはループしてないんですね。シングルって書いてあるんです。シングルって言うんや、ループの反対。で、ここなんや、これ。これアナログで、これなんでここか。この動くのこれを見ると、よくわかんないです。なんでこのちょこちょこってしか動かないんかはちょっと忘れちゃいました。忘れちゃいましたじゃなくて、最初からわかってないんですけど、ちゃんと見ればわかると思います。じゃあ次、角度の差っていうのも新しくて、そもそも角度っていうノードがなかったんで、前は多分。もう説明から入りますね。なかったんで。中間の計算にある角度の差ノード。これね。昨日の動画でも言ってます。新しくなってます。2つのジョイコンの角度の差を調べるんですよね。このノードは2つのジョイコンの角度の差なんや。二つのジョイコンの差なんや。へぇ。これは説明書とかサンプルないとわからんかったんや。だから、昨
昨日わからんやん、バイクでさ飛行機の動画あったんですけど、わからんやんって言ってたけど、それはこれなんやね、2つの差なんやね。だから今ね、こっちとちょっと見にくいけど、こうあって、こっちごめんリモコンついてるけど、リモコンじゃない、こっち動かしてもなるし、こっち動かしてもなるんですよね。だから差やから、当たり前当たり前ですけど、そういうことか。だから左側っていうか、こっち側をずっと固定してないと3がうまく測れないよってことで、バイク取り込んないとバイク走れんかったんかな。まあそういう感じなんでしょうね。じゃ次行きましょう。でも今のとか使ってなんかできたいな。新しいノードばっかりで何かをやれたらいいですよね。これ何？デジタル化は、あ、デジタル化っていうのは、まあまあ想像、名前から想像はつくけど、いずれかってないかな。あ、おおおおお。あー、すごいすごいすごい。こうね、今ね、こっち側のコントローラーをゆっくり倒してるんですよ。そうすると、カチッカチッって動くのと、一番上どう違うの？じんわりとアナログが一番上で、パチッっていうのが2個目で、5段階にパチパチ動くのが、あーそうなんや。デジタル化の数字はパチパチの度合いなんやね。知らんかったな。2って書いてあったら2なんですね。ちなみに昨日の動画でも言ったけど、ここの微調整はこれでいけるって、この矢印、俺が見にくくしてるわ。この調整しづらい。こうやって調整しづらかったんです、昔。昔でもないけど。そういうことなんですよね。で、サンプルの、デジタルのサンプルじゃなくて、計算見てみましょう。計算も新しいでしょ？計算も新しいでしょ？うわー、難しい。何これ。タッチしてみようかな。ちょっと多すぎる。全然何やってるかわかんないですけど、だからここに足し算、掛け算ってあるんで、この掛け算とかがどう動いてるかをこれ見て勉強しましょう。算数が苦手すぎて次に行くっていうね。これすいません。まあでも、計算っていうのもあります。わー、細かい。何これ。いろんなサンプル一個ずつ見ていってみようか。なんて書いてあるこれ。ジョイコンを立てながらボタンを倒すと、ん？あ、そういうことか。よくなんか PV にあるやつだね、これ。こういうことやんの？オッケーオッケー。ちょっとこっちから行く。振ったら音を鳴らすドラムが作れる。あ、え、ならん。あ、お、結構振らんのならん。ドン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 。ごめんなさい。ちょっとラジオみたいになっちゃいましたけど、ネタはやめておきましょう。結構な強さで振らないとならなかった、ならなかったんで、その辺の作りを、あ、多分この Y のなんとかって書いてあるやつだな。こんなんなかったよね。こんな前の矢印表示あったっけ。え、これほら範囲がすごい狭いんや、ここの上の方なんや。だから結構強くやらないといかんちゅうやつけ。よくわかんねえな。でも多分そうやね。これもこっち側ほらってやんなあかんで、 OK OK っていうか、そうやんなあかんやつはそう作れっていうサンプルとしていいな。次、カウンターの設定をループにすればルーレットが作れる。カウンターの設定をループ、え、これなんか鳴ってる。ピンポーンとかな、なんでこれ鳴らんな。もう、おお、びっくりした。あ、わかった。あそこで止めるんやん。なるほど。これは多分前のやつでもできんこともな、あ、でも難しいね。じゃあ次、前のやつっていうのは全部01バラエティキット、02ロボットキットで、で03ドライブキットから新しくなったノードの説明で、急に説明始めるけどごめんなさいね。そういうことになっておりまして、カウンターとスポイドを組み合わせれば音楽が作れる。これが音楽があったらいいなと思ったのに、音楽は作ってた時の話ですよね。だからてっていうのを俺はスポイドで作ったんですけど、 IR カメラとそれのタッチバージョンみたいな、これが昔の作り方ですね。びっくりした。ちなみにこの音楽はピアノトイコンの段ボールの余白に音符が、音程が書いてあります。すっげえマニアックやん俺。
やり込んでるな。じゃあ次最後、上級サンプルキャッチボール行きたいな。行っていいよね。いろんなサンプルの次がそれやったよね。もう上級サンプル難しい。左右のジョイコンを振ってみよう。んおお、すげえ、めっちゃすごい、めっちゃすごい。あのね、僕ね、15個目かな、マリオテニス作ったんですよ。もしこれと同じレベルでできてたら俺賞取れたんか、そもそもここのサンプルに買ってたのかっていうのがよくわかんないですよね。それで賞取れんかったらこのサンプルは何なの、でもサンプルだから賞は取れないよってことなのか、作ってから言えよってことなんですけどね。これ難しい、すげえ、何これ、どうやってできてるんやろ。音とか動く、これ何動くって、あ、音やな、これも、これ似たの作ったよ俺、このラケットの音も作ったもん、このファファンっていう音も作ったもん、見てや見てや、俺のも俺のも見てやじゃねって。このね、でもこの 2D 動画どういう風にできてるんかも分かんないですね。 2D 動の弾の位置ってどうやって決めてるんかがよく分かんないですよね。これで決めて、この下にあるこれで決めてるやん、これかマイナス足すとかで、なんか重力計算みたいなのしてるんやな。ボールの Y の動きを複雑にな計算で作り出す、びっくりマーク、ここにびっくりマーク書いてあります。任天堂がびっくりマーク使っちゃってるから、もう本当に難しいです、これは。この複雑な計算だからね、逆に言ったら俺が作ったマリオ、まだ俺の言う、動画見てください皆さん、マリオは俺が作った時はこの計算がなかったから難しかったんだっていうことで、ゲームウォッチバージョンになってます。何これ、音や振動をつなげてかっこよく、何これ、どうやってつなぐのこれ、なんかね、これつなげてみようか、これどちらでも、なんかよくわかんないです、これ入ってきてるけどどういう音が鳴ってるかわかんない。もし今の消したら一緒やん、ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずサンプル見て、第2回任天堂ラボ作品コンテスト2019を目指すんだ。